笠原清重天文16年8月11日は、戦国時代の武将。通称は新三郎。作軍、小さ方軍用図与田笠原氏は、品濃国作軍の国人で、志賀城城主。元は、諏訪氏の一族であったと言われている。海の国主後、武田晴信は、天文10年に家督を継承すると、品濃信仰を開始し、諏訪軍、北作軍を攻略する。 天文15年5月には、作軍内山城の多い定清を投降させる。天文16年、清重は、上野国平井城に寄っていた関東関連の上杉、の政に救援を要請し、上杉氏側の武将で、清重と、遠赤関係にあった西上の菅原城城主、高田県大の援軍を得て、武田氏に対して決起した。うる7月24日に、武田勢は、 滋賀城攻めを開始。城を包囲し8月11日に落城。これに対し、県政はさらに、金井秀影ら西上の州を援軍に派遣するが、武田方は、お大元合戦において、援軍を撃退した。お代元での敗戦後、救援を断たれた滋賀城は落城し、以降、武田方は、西上の口を確保して、小さ型軍攻略を開始する。 清重は落城の際に、小木原正明に討ち取られた。去年33。三。勝山まによれば、清重の皇室は、武田家臣で、貝鶴軍領主の小山田信のにより、即室として迎えられ、鶴軍駒橋に送られた。江戸時代後期の、かいの国史では、清重皇室に関する駒橋の伝承や、同様の存在を記している。勝山によれば、武田氏は、 作軍において、乱取りを行い、滋賀城へ牢城した男女は生け取りにされ、奴隷として買い送られ、二貫分から十貫分で見受けされたという。天文十六年、滋賀城落城の結果、信濃笠原氏はほぼ壊滅状態となる。一族の笠原光貞が逃げ延びて、後方城氏に着く。武田氏側のこの過酷な処置に対して、信濃国人衆は反発を強め、 以降、武田方と村上の力をとの戦いが展開されていくことになる。天文19年に武田方が村上方の都石城を攻めた際、守備兵に滋賀城の剣で武田に遺恨を持つ者が多くいたため、武田方はその頑強な抵抗に攻めあぐねることになった。これによって疲弊した武田勢は都石城の救援に来た村上勢本隊の反撃に、 大敗を喫している。山梨県市市両編6条、山梨県市両編6条、丸島、ピアニッシモ、118から119丸島、P119。ありがとうございます。